ちっちゃいのなら買えるんじゃない？見に行ってみよっか。行こう。すいません、すいません。あ、可愛いのがいっぱいいる。でももっと小さいのじゃないと買えないね。子犬いませんか？小さなペットをお探しですか？はい。それでは少々お待ちください。どんなのこれな？お待たせしました。こちら今とっても流行りのちっちゃいペットになります。よかったらこちらはどうですか？これにする？これにします。オッケー。とっても小さくて、しかもすごくいい匂いのする子たちなので大事にしてあげてくださいね。はい、これ飴ですか？飴じゃありません。舐めたらいけませんよ。はい、ありがとうございます。はい、それでは大事に飼ってあげてくださいね。はい、バイバイ。さよなら。みなさんこんにちは。お友達のお姉さんやママたちと一緒に開けるよ。じゃあ開けていきます。えいえいおー。ピクミンポップはお人形が一つだけ入ってるシングルと、この二つ入ってるサプライズがあるよ。これは二つ入ってるやつです。はい、どんなのが出るか楽しみだね。難しいんですけど、中の色が違うね。ゆなちゃんはピンクで、つむちゃんが黄色です。ねえ、すごいね。これ開けるの難しい。バーバーバー。はぁ、びっくりした。せーの、で、じゃじゃーん。うわ、外れた。はい、中身を出してみたよ。はい、これつなげるって玉入れみたいになりました。なんか玉入れのやつみたいになったね。中には4つの袋が入ってます。ほーい、じゃあ早速1つ目のお人形を開けてみましょう。はい、じゃあ開けてみます。あ、なんかすごいカラフルなのができたね。あ、猫ちゃんだ。みのちゃんの一つ目はこんなの。この名前は猫のフェッティです。見て、みのちゃんのやつレアだって。レアのお人形が出たよ。よかったね。つむちゃんのはオウムのピッキーだったよ。他のみんなはどんなのが出たかな。つむちゃんパイナップルなに。みお違うの。みのちゃんのこの子がラズベリーの匂いがします。この子がパイナップルの匂いがします。匂いは何種類かあるのかな。香りは12種類あって、こんな匂いがあります。いっぱいあるね。うん、2つ目の人形を開けます。はい、じゃあ出してみるよ。せーの、じゃじゃーん。うわ、なに、こんな。あ、おもさんかな。ポニーのクラッピーが出たよ。ゆのちゃんのはレア。これレア？レアの大物チャッタ。オウムさんなんだ。お友達のも見てみるよ。みんなが気になる子はいるかな？はい、それじゃあ次の袋を開けるよ。多分これがサプライズアイテムかな？はい。ちゃちゃんから行く。はい、開けるよ。じゃじゃーん。あ、何かな？中に入ってたのは？かわいい。かな？出たやつのシール。お人形と一緒のシールと、あと、この。これなんだろうね。名札みたいな。あとは、コレクターズガイドだね。うん。こんな種類があります。全種類が載ってるやつだね。つむちゃんのは、こんな感じだよ。さあ、最後の袋、開けるよ。なんだろうね、紐が入ってるのかな。せーの、で、じゃん。黄色で、ゆのちゃんピンクだね。何に使うのみたいな顔してるね。その紐に
お人形をくっつけて一緒に持ち歩けるみたいだよ。つむちゃん早速つけてみるよ。立って立って。どうかな。ちょっと長いかな。あ、ちょっと長いね。はい、ゆのちゃんもつけてみたね。かわいいかも。かわいい。なんかたまごっちみたいだね、ぶら下げてると。あ、本当だ。たまごっちみたい。いつの間にか紐を交換したね。今日はこのミクミーポップサプライズで遊びました。どうかしら、気に入ったかしら。はい、とっても可愛いです。ね、よかったわ。みんなも開けてみてね。みんなもミクミーポップサプライズが欲しかったらグッドボタン押してね。それじゃあみんなまた明日。バイバイ。